だよね。食べ終わりました。ジャン君、朝ごはん食べました。ごちそうさまです。さあ、これでもう寝るね、この人は。そうね、お手手ペロペロかわいい。ジャン君のお手手ペロペロアップで撮ってみてください。めっちゃかわいいですから。かわいい。はい、癒し動画です。ポンちゃんは上です。いい子だね、ジャン君。合唱団の前にちょっと銀行に寄るために、原宿の先ですね、表参道まで来ました。この道はですね、昔から好きな道で、一本表参道より裏の道なんですけど、昼間はいいですよ。ちょっと夜になっちゃったらね、こんな感じです。いい雰囲気だったけどね。ありますか？はい、あります。ジャン君、さっきね、ポンちゃん、そこでね、砂をかけなかったんですよ。だから、クロケンパパが砂かけといたんですけど、甘かったっすか？気に入らない。どうやらそのようです。一番の問題児は君です。君。ちゃんと砂をかけるようにしてくださいね。ということで、ただいま。合唱団に行って、今、テイクアウトの
ココイチカレーを食べたとこです。そしてジャン君ポンちゃんのとこに戻りましたら結構暴れ回ってね、楽しそうにしてました。ということで、合唱団の練習で、ふと思ったんですが、ボイトレになるなというところですね、ボイトレ用、の練習っていう感じでしょうか。